ランチライフガードです。ということで今回はですね、僕の建築バトルの時に使う上の取り返し方を3つほどご紹介していきたいと思います。はい、それでですね、紹介する前になんですが、ちょっと聞きたいことがあってみんなってどこまで建築できるのかなっていうのがちょっと気になってて、建築してる人たちがすごい、もう建築できる人たちばっかだったら、ちょっと僕もね、あの建築講座のねレベルを上げていったり、どっちがいいんだろうなと思ってて、アンケートを取りますので、よかったらね投票よろしくお願いします。ということで、長々とすいませんね。それでは早速、僕の上を取るときによく使う建築レパートリー3つを紹介していきたいと思います。いきましょう。それでですね、今からやることはね、結構二重階段からやる技が、てか全部そうかな、多分二重階段から始まる技なんですけど、まずめっちゃ早くやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっと最後の余分なんですけども、二重階段から屋根をね、こう4つここに置きます。で、その後にこんな感じですね。ちょっとけど、こんな感じです。4つ置いて、こっちに切り返して、こっちに上がっていくっていう感じです。で、これ何が強いかっていうと、まず上から見た視点だと、こう4つついた時点で、こうね、こっちにヘイトが向くんですよね。こっちらへん、こっちらへん、こっち屋根ついたと思って、こっち向くんですよ大体。で、その間にこっちからこう火ダメを食らわないようにこう上がっていくっていう感じですね。で、難しいところでスローモーションでやっていきたいと思います。スローモーションというか、まあ僕がゆっくりやるんですけど、まあまあここはね、視点で結構ちょっとシビアなんですけど、こうやってこんな感じで屋根をつけて、でそのままこういってもいいんですけど、俺的にはこうやってやってからこっちの方が簡単かなって思ってます。はい、こうしてからこっち、こうしてからこっち向く、こっちの方がなんか視点もかっこいいしね。こうしてからこっち向いて、こう、はい、ここまで、まずはここまでで、ここまでできたらこういって、こっち向いて、壁階段で、壁屋根で、ジャンプして床、二重階段、これ何回でもできるんでね、何回でもできちゃうんで、早くするとこんな感じかな。はい、で、これ別に4つのこの屋根をやんなくても結構強いです。どういうことかっていうと、こんな感じかな、火だめがつかない。本当に火だめがね、本当にこの壁屋根をめちゃめちゃ速くすれば、火だめは本当に少ないです。はい、ぜひぜひ練習してみてください。レパートリー2つ目なんですが、これはね、ちょっとやる場面を少し考えないと火だめもらっちゃうんですが、上がめちゃくちゃ取りやすい技となっております。はい、では早速やっていきましょう。そう、こういって、こういってから横跳びですね。で、この感じ、わかるかな、この感じこの感じ、これをね、練習してほしい。これが俺がめっちゃ使う技だね。めちゃめちゃ強いです、これ。火だめはね、このジャンプ時に、この時にこう上からがら空きなので、結構打たれちゃう時が多いんですけども、結構早すぎてこの建築早すぎて、結構それをね、打てる人あんまいないんですけど、やるところを少し考えながら、こう左右に、こう右左を交互に感じでやっていくと打たれにくいです。こっち行った後にこっち行くみたいな、まあ、横跳びはねめっちゃ難しいから、できる人限定なんだけど、横跳びはマジで練習した方がいいですってな感じです。ゆっくりやると、こうしてから、こうね、いつものこれねこれやってから、でここに床屋根します。視点移動としては、こうなんですね。壁屋根床階段で、これができたら、もうそのまま横跳びで、俺はこんな感じでもう一回やっちゃう。こんな感じでもう一回やっちゃう。
こんな感じです。スロー再生とかねしてねやっていただけるといいかなって思います。はい、それでは最後3つ目をご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、3つ目まずゆっくりやりたいと説明しながらやっていきたいと思います。まずは最初と同じように、こんな感じですね。最初と全く一緒、最初と全く一緒で壁階段床でリッとして、その後にこう振り返りながらこう階段と屋根をします。でここで注意なのが、階段と屋根やったら屋根以外のボタンは押さないでください。このままこのまま屋根をやったらこのままで屋根やって、で、奥の2マスを転写します。でそしたらすぐに壁流れでやるとこんな感じかな。振り返って屋根壁で上にも壁2個壁で階段窓エディット屋根です。でそのままここに階段やって、でここに壁を押します。階段伸ばしてここに壁を立てて、で上にこうでこのまま登っていく的な感じです。でこれ何が強いかっていうと、まずこの最初のこのムーブで相手を翻弄します。でそしたら、余裕が出てくるので、ここでこうです。でこうするとどうなるかっていうと、ここにいきなり屋根が出てきて、しかもその奥が編集されるんで、まあ大体ここにはまるか、まあここ床立ててはなるんですね。わって、でここではめれたらいいんですけど、こう上にこうやって下に積まれて上に行っちゃうので、それ対策にこうねこう立てて、ここに屋根をきます。ここにね階段を立てられる前にこう屋根をきます。そうするとここに階段が置けないので、ここでも時間のロスが、相手からしてロスが、こうやってやんなきゃいけないっていうロスが出てきて、その間にこうしちゃうっていう感じです。これを早くやれば絶対に上取れます、本当に絶対に上取れます。はい、ということでね、僕が使っている3つのレパートリーのね、もうこれガチで俺ずっと使ってるやつなんで、めちゃくちゃ強いです。はい、ということで教えちゃったな、これな、教えちゃったな、本当にやばいんですけども、まあね、ぜひみんな練習して使ってみてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が良かったと思ったら、グッドボタン、高評価、はい、グッドボタン高評価同じだけどね、ぜひぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もね、良かったらしていてください。ということで、んじゃ、バー。